皆さんこんにちは、サンディです。今日は先月買ったモーフィンのレビューをしていきたいと思います。では始めましょう。先月頼みました。先月の15日、これは海外の配達業者の人がを利用されてるんですよ。ブランドによっては普通に日本郵便で届けてくれる人もいるけど、なんつうの、その国の郵便屋さんを使うブランドもあるんだけど、モーフィンの場合はなんだっけ、ここに書いておきます海外のそういう業者さんを使って届けてくれたんですけど、そう、不在を入れた時にはもう引き継ぎで多分日本郵便さんが再配達をしてくれたっていう感じです。15に頼んで届いたのが、本当は届いてたら22日、だから1週間だけど、まあ私が不在で次の日だったので、実質自分の手に届いたのは23日です。だけどまあちゃんと不在表とかも入っててよかったです。うん、追跡番号はちゃんとついてきます。ちゃんとついてくるので、どこに荷物があるかわかるので、そこはグッドです。その他の税金とかは全部もう含まれてるので、なんか届いてから払うとかそういうのはないです。まあただし自分がねどれくらい買ったかにもよると思うんですけど、 iHerb とかだと1万5000円以上だとまたね、日本で払わないといけないとかそういうのがあると思うんだけど、まあそれはね、私はできるだけいつも買うときは1万円以内にしてます。そういうのかけるのは嫌だし、もし1万円以上とか1万5000円以上買うんだったら分けて注文した方がいいと思います。まあそんな感じで、いつもこういった説明が長くなって結局動画が長くなってしまうので、どんどん説明していきたいと思います。で筆たちを紹介していきたいと思います。でこんな感じで届きました。袋に入ってて、私はもうここ開けたんですけど、ちゃんと閉じられてた状態で届きました。で今回は目用のブラシ、アイブラシなんていうのかわかんないけど、用のブラシだけを買いました。また違う時にフェイス用を買おうかなと思っています。これ全部買った、まあ多分2本ぐらいだけ自分で選んだかな。あと全部すべて自分の好きな YouTuber さんのおすすめを参考にして買いました。なのでそう、いろんなシリーズとかがあるんですよ。シリーズ化されてて、いろんなシリーズがあって、その中のシリーズで何本か出しててっていうのがあって、ただどれがいいのかわからなくて、私は一回も買ったことないし持ってなかったので、なので自分の好きな YouTuber さんがおすすめしてたやつを、まあ、何個か被ってるものを特にこの2つ紹介します。でアップが突然現れるかもしれない。この2つは買ったのは例えばっていうか、一番使いたいなと思ってるのは眉毛描くときに、ここの縁のところをきれいにしたいときにコンシーラーでやるんですけど、今自分が持ってるのは、普通の丸っこい感じの毛先のやつでフラッとした感じなんだけど、私はどっちかっていうとこういう斜めカットのものが欲しいなと思ってこれを買いました。こういう感じの斜めカットになってる感じ、これがすごく欲しいなと思って、2サイズ買いました。1個はそう、なんかそういう感じで眉毛用にと、もう1個はもうちょっと小さめで、まあこれは目じゃないんだけど、ここの唇の縁の時用に買いました。形質はもう普通にいいですね多分ね、筆っていうのは最初形質いいのはみんなそうなんですよ、大体はね。だけど洗ってから、何回か使用して洗ってからが勝負じゃないかなと思います。そこで、まあ、どれくらいいいのかっていうのが分かってくると思います。まあそんな感じでこういうの2つ、はい、次ですね。次も一応眉毛とかそういうようにって、これに関し
ではまあおすすめしてる YouTuber さんがいたので、そのさっき言った YouTuber さんの中でおすすめしていって、まあ誰がどれをおすすめしてたのかもう忘れちゃったけどまあこれも買ってみました。でこれの場合はかなりまっすぐにカットされてて、これだけ薄いんですよ。なのでこれも上じゃなくて下の方に使えるなと思って、こっちに、だから買ってみました。あとこことかね、でもどっちかっていうとここが欲しかったです、ここの部分をやるやつ。なのでこれもコンシーラーとかをやるときに使おうかなと思ってます。このホワイト、毛先がホワイトのやついきます。まあサイズ感はまあ違うっちゃ違うんだけど、違いって言ったらこう向くとまあこっち側の方がちょっと細めだけど、これをくるっとするとまあこんな感じなんで微妙に違いますし、作りがね。でこっちに関しては M の433です。でこっちは M の441になります。これはどっちもだけどブレンディング用になります。長さが微妙に1個だけすごい違うんだけど、これを買ってみました。でそう、まずこれが一番長くてちっちゃい筆になるんですけど、 M の321 を買ってみました。これは何だろう、こう細かいところ、ここの縁だったりとか、ここだったりとか、下のとこだったりとかにいいっていうレビューがあったので、ね、まあ買ってみました。でこういう小さいのって意外と使えるんですよ、本当にこういう細かいところをやりたいときにね、すごい使える筆だと思うのでこれを買ってみました。で次がこの3本立てになります。で、まずこっちから M の505番になります。これもブレンディングで毛先がこう、なんだろう、上にこうカットがどんどん細くなっていってる感じだけど、まあちょっと丸みがある感じ、なんかやっぱ筆によって同じブレンディングでも全然違うんですよ。本当にふわっとなってるのはすごいブレンディングしやすくて、それはなんだろう、アイシャドウつけてブレンディングするんじゃなくて、違う筆でアイシャドウのせてからこう広がってるブレンディングブラシでなんかどんどんブレンディングする方がいいです。結構仕上がりがいいと思います。で次のやつが同じやつだけどもうちょっと大きめで、これが M の504番になります。でこれは私的にはまあブレンディングとしてもいいなって思うし、なんかハイライトちょっとつける時にもいい感じじゃないって思って、ハイライトをこうやってプップってやる時にも使えるんじゃないと思って、結構いろんな使い方があると思います。で次が M の330番を買ってみました。でこれはこっちとちょっとカットの仕方がちょっと違うし、やっぱ形が微妙に違うんですよ。でこれもなんかこう、なんだろう、カットがとんがってる感じじゃなくてちょっと丸みのあるカットでいい感じで、私はこれは気に入ってます。はい、であと最後になります。これは確か同じシリーズのやつらです。なんでかっていうと毛先がなんかちょっと茶色っぽい感じの毛先になっています。はい、で、まず小さい方からいきたいと思います。これは E の36になります。これも細かいところできるなと思って、ここの下とか下にすごい使えそうだなと思って、ちょうどいいサイズしてます。でその次に小さいじゃない、ちょっと大きめ、今のと形がちょっと似てるけどもうちょっと大きめのやつがE の18になります。こんな感じでこれも細かくブレンディングするときにちょうどいいやつ。やっぱねメイクによってどれくらいその色をのせたいかとかで多分こういうサイズ感が変わってくると思うので、別にそんな変わんないじゃんってなっちゃうかもしれないけど、なんかねそういうのがこだわりがある人はあるんです。
で、あとはこの2本になります。もうこれ見ればわかると思うけど、カットの仕方も全く違うし、さっき説明してたようにこっちの方がパサってなってるのね。で、これは集中してる感じなんで、まあこれがどっちかっていうと直接アイシャドウつけるんじゃなくて、もうついてる状態でブレンディング、特にここの境目とかに使えるブレンディングブラシになってると思います。自然な仕上がりになるしね。で、こういうのはどっちかっていうとここの本当にのせてるところをブレンディングするとか、色と色の間、こことここの間のブレンディングの時とかに使えるやつだと思う。私はそういう使い方をしていきたいと思います。どっちで変わるかもしれないけどまあ人それぞれの使い方があるし、感想もねあると思うから、まあそんな感じで、ブラシがこんな感じで、すごい足がしびれるで、あ、そう忘れてたけど、ちゃんと箱で来ました。こんな感じの箱で来て、今袋あるんだけど、そう、もうパンパンにこういったやつで来ました。商品がパンパンで、出すときにね大変だなと思って、だからこの袋に入れたんだけど、ちゃんとしたこういうやつを入れて、本当にまんべんなく入れてあって、すごいすごい感動しました。それにはやっぱね、ブランドによってここの仕方が違うなっていうのをすごく感じました。そう、ぜひ欲しいなと思って今回パレット2つ買ってみました。いつだったっけ、ブラックフライデーの時だったかな。そう、ブラックフライデーの時に買おうと思ったパレットがあって、だけど売り切れになっちゃって結局買えなかったんですよ。なんで今回買いました。で、パレットに関してもそんなにねめちゃくちゃ高いわけでもないんですよ。2000円とか、まあ物によってなんですけど、もう結構セールされてるのもあるし、ちなみに私が買ったパレットたちは22ドル、まあ23ドルぐらいしてました。で、まずはこちらの、パレットの番号が 35P っていうのです。で、開けてみます。これだ、これ。これが欲しかったんですよ。ブラックフライデーの時に。はい。ちゃんとプラスチックついてて、こんな感じです。すっごい可愛いんですよ。色合いがもうすごい好きな色たちで、こういうのがすごい好きで、最近いつもは最近じゃない11月とかそこら辺のあたりからね、去年の秋頃ぐらいからかな、いつもはやっぱり茶色とかそういうオレンジっぽい感じの色合いをすごく買ってしまうんですよ、いつも。こういったここら辺の色とかね。だけどもうちょっと違う色を使いたいなと思って、特にここら辺のゾーンがすごい惹かれたんです、ここら辺のゾーンがそれで買ってみたパレットになります。で、箱の中もちゃんとプチプチが来てて、こんな感じで、なのですごい梱包してあります、ちゃんと。で、このパレットもちゃんと包まれて、これに包まれてました、ちゃんとね。これちょっとなんかちょっと汚れちゃったしょうがないね。よいしょ。最近なんかマット系だけじゃなくて、こういったちょっとメタリックっぽい感じ、わかる？メタリックっぽい感じの色もいいなと思って、欲しいなと思って、でちゃんとこう、ここの一列はマットで、あとは全部なんかこうメタリックっぽい感じの色たちっていう感じで、このパレットもすごく可愛くて気に入ってます。ただまあちょっと残念なのが、なんかちょっとね割れてはないんですけど、ちょっとなんか汚れてる、なんかどっか当たっちゃったのかわかんないけど、なんかだけど、でも普通に商品を見ると全然割れてる感はないから、全然大丈夫だと思います。こんな感じで今回のモーフィンのレビューを終わりたいと思います。まあ他に何か質問があったら、コメント欄に質問してくれれば答えたいと思っています。
で、そのうち質問コーナーやってみたいなと思っているので、もしよかったらこのコメント欄に何か私に対してこう、なんだ、質問とかなんかあれば、もうどん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 残していってください。別に1人1個とかじゃなくても何個でもいいです。できるだけたくさんの質問があったらすごい面白いなと思って、なのでもしよかったらね、協力をお願いします。はい、そんな感じで今日のレビューを終わりたいと思います。チャンネル登録していなかったら、もしよかったらチャンネル登録してください。あと、いつもインスタグラムにいるので、インスタグラムのフォローもお願いします。そして関連動画ここら辺に残しておくので、もしよかったら関連動画も見てってください。またねー。Got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memory.